やはりお母です。とね、ただまーさん。はい、本日はなんですけども、かーくん工房、目玉作りのお時間です。はい、目玉を作ります。とても可愛いと思います。はい、特に説明ってないんだけど、本当に簡単に作れます。まあ、今までいろいろ作ってきた中で一番簡単です。そう、小学生でもできると思う。こうやってできる。今、指立て出る一本。それぐらい簡単。指をピッて立てるぐらいの間に作れるようなものなんで、ぜひぜひ皆さんもチャレンジしてみてもらえたらなと思います。で、目玉はあくまでパーツとして、そこからまた他に何か作っていくっていうのをやっていけたらいいかなと思ってるんで、まあ、今回は簡単にストラップまで作ってみました。ぜひぜひ作業シーンぼーっと、ほーほーほーって感じで見てもらえると嬉しいです。ではではでは本日も力っていきましょう。カーテアンネル。
はい、お帰りなさい。お疲れ様です。いかがだったでしょうか。すごい可愛くできたと思うんで、ぜひぜひ、ほんと簡単なんで、固めて貼るだけなんで、皆さんもチャレンジしてみてもらえたらなと思います。はい、で、まあ机の上にあったものだけでピンピンピンとストラップをしてみました。個人的には好きですね。はい、まあまあまあ賛否あると思いますが、ぜひ可愛いと思った方は高評価、微妙だなと思った方は低評価を押してみてください。で、どうだろう、作業シーン、まあ、今後も DIY 出していくのに長い、今日ねちょっと長めだと思う。7分ぐらいあるかな、6分7分あって、いつも5分で終わってるのが多くて、ちょっと長くなっちゃったんだけど、ナレーションがいるべきなのかいらないべきなのか、あんま好きくないんだよね。うん、どうなんかなと思いながら、まあ、その辺もなんか佐藤もリクエスト、何かこういうものを作ってとかあれば、ぜひぜひコメントいただけると嬉しいです。すごく助かるんで。はい、で、まあ今現状でもう2本できてます。今日の5倍ぐらい可愛いのがあと2つあるんで、ちょっと楽しみにしておいてもらえたらなと思います。ぜひチャンネル登録、高評価をしてもらって、今回 DIY 興味ある方、再生リストまとめてるんで、ご視聴いただけると嬉しいです。ま、本日は久しぶりの DIY、 楽しく感もさせてもらいましたぐらいですかね。その辺で終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いかがでした。ありがとうございます。何かわかんないけど、すごくないですか、新技、血管動かして、ピッて、ほら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 、ピッて。